月のフレッシュマンはこの春から阿蘇市で新しく農業を始める女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずお名前と年齢を教えてください。はい、はい、猪地亜紀と申します。年が25歳です。はい、猪地さんお住まいの地域はどちらですか？内巻に住んでます。はい、この春から農業を始めるということですが、どういったきっかけでここ阿蘇市で農業を始めることになったんですか？阿蘇市で始めることになったのは、おばあちゃんがうちの牧の方にずっと住んでまして、で6年前に私も阿蘇市の方に引っ越して、でずっと阿蘇でやろうかなっていうのがきっかけですね。はい。農業を始めようと思った、年はいくつぐらいから？高校3年の時なんで18とか17、18ぐらいですかね。それからどんな経緯でここにたどり着いたんでしょうか？その後、大学を農学部の方行かせていただいて、でその後卒業してから研修を、2年ちょっとやってで、はい、やっとここに立ってます。今日は猪地さんのね、ビニールハウスにお邪魔しているんですけれども、この春からここには何が植わるんでしょうか？この春から中玉トマトがあるんですけど、はい、その中玉トマトの方を植えようと思ってます。実はね、ここ含めて6棟、ね、はい、このビニールハウスあるんですけれども、建てるの大変だったんじゃないですか？そうですね、慣れないしですね、やっぱり力仕事だったんで、はい、でももう本当手伝ってきていただいて、皆さんのおかげでですね、やっと、はい。手伝っていただいた方はどういった方、地元の方ですか？地元の方もいらっしゃいましたけど、新しく新規で去年とか今年とか始められた方も、はい、来ていただいたりして、はい、農業仲間というか、先輩の方たちも、はい、もうすごくいろんな面でお世話になってます。はい、じゃあちょっとですね、はい、プライベートのこともお聞きしてもいいですか？はい、はい、今25歳ですが、はい、結婚願望とかはどうでしょう？やっぱいずれはしたいです。今ちょっと仕事に夢中なんですけど、はい、そのうち、はい、自分のことよりこう野菜のことが野菜のことをバカ考えてますね。はい、でも、いずれ結婚したいなっていう、男性のタイプとかどんな人ですか？ですね、そうですね、やっぱ不思議な人とかは結構、はい、魅力はあるなと思います。興味をそそられる人あります。じゃあその人と、阿蘇で、デートや出かけるならどこに行きますか？やっぱそのおしゃれなカフェとか温泉とかは行ってみたいなっていうのはあります。じゃあね、もう少し先になりそうですね。野菜のことも落ち着いてから、はい、落ち着いて。では最後にあちらのカメラに向かって、この春から新しく始める農業のこと、野菜作りについての抱負などをお願いします。はい、これからなので、まだ本当に技術とかそういったものも全然確立してないんですけど、しっかりですね、早いうちに確立できるように頑張りたいと思います。はい、で美味しいトマトを皆さんに届けられればと思ってます。はい。ありがとうございます。では最後はあちらのカメラに向かってフレッシュマンのポーズで、はい、はい、お願いします。はい、今回のフレッシュマンはこの春から阿蘇市で新しく農業を始める猪地さんご紹介しました。それではいきます、せーの、フレッシュマン、さよなら。